こんにちは、フラカンラムです。さあ今日もね、元気に、ガチャガチャの動画をね、回していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。さあ今日はドラクエタクトになりますね。まあ結果が先にわかる50連で S が5体確定というね、まあとんでもないガチャがあるということでね、早速回してみたいと思います。シドですね。シドはまあすでにね、持っていますけれども、まあ幸先ですね、1体目ということですね。はい。まあ5体確定ということでね、まあ5体以上ね、ほんと出るんであればね、美味しいですし、ただね、この5体、あ、テリーですね、テリー。はい。この5体っていうのがね、まあいわゆる、まあどっちかというと使えないキャラがね、5体出ても全く意味はないんで、まあできればね、まあ第一戦でほんと活躍できる、テリー、お、テリー被りますね。まあ活躍できるね、スキャラが出るね、もしくは出ないとあんま意味がないガチャなのかなと思っています。はい。さあ、ピサロ来ましたね。ピサロね、なんなら一番今強いキャラですかね。ね、どんどん突破していきたいと思うのでね、これはいいキャラ出ましたね。はい。ということで今4体目になりますかね。4体目。うん。まあね、5体は一応最低でも出るということなので、5体以上ね、出ることを願っていきましょう。さあ、今度はね、何が出るかな、ということ。あ、ゾーマね、ゾーマね、持ってなかったんですよ。うん。いいキャラ来ましたね。ゾーマはね、強い弱い関係なしにね、かっこいいというか、欲しいキャラだったのでね、これはいいですね。うん。最先ですよ。これで5体ですかね。あ、6個目来ましたね。6個目、バラモス。ね。ゾーマ、バラモスとね、並びできました。はい。6体目ですかね。じゃあこれ結構出るんですね。うん。まあ出る人はね、7体、8体、まあ9体、10体はさすがにね、あれかもしれないけれども、次は何？テリー。テリー3体目。偏ってますよね。あ、これで終わりか。ん？優勝？優勝で3000。優勝とは書いてなかった気がするんですが、これだとちょっとね、無課金勢には厳しいガチャになるかなと思います。参考にしてみてください。それでは。